みなさんこんにちは英語学習の極意の著者泉幸男です今日はこの本に書いてある句動詞フレ r a s a l v e の肝のところだけご紹介したいと思います詳しくは110ページから122ページをぜひお読みください句動詞初めて聞く 言葉だなって思ってらっしゃる方もいるかと思いますけれども実際には例えば give up こういう表現が動詞と呼ばれるものですこれは動詞の give それから副詞の up それが一塊になってあたかも一つの動詞のように働く。 それが駆動詞ですねで Give up alcohol アルコールを諦めるまあ断酒するっていうまあお酒を断つっていうまあ言い方になりますけれども Give up alcohol この up にアクセントがきます Give up alcohol で こういうこの二番目のような語順もありなんですね。ここがまず日本人の第一の盲点です。Give up all up, give up all up。やっぱりアップを強く読みます。Give up all up。これを強く読まないと Give up all up となると、うんみたいなね。えー。 うまく聞き取ってもらえない英語になってしまいますね。英語は波打つ言葉ですから。give up。みたいに、この副詞の部分を必ず強く読むっていうのが。駆動詞のポイントなんですね。さて。二つ目のポイントがあります。このアコールコホーを一気に変えると、どうでしょうか。 代名詞の it ですねじゃあギブアップアーコホーができるんだから give u イッ t もいいだろうと思いますがこれダメなんです。代名詞が目的語に来る時っていうのは必ずその代名詞は動詞と副詞の間に来ます。 動詞と副詞の間に代名詞が来るんですで、Give it up Give it up っていう発音になりますこれがこの語順ですねこれが日本人にとっての第二の盲点ですで、こういうすごく大事な文法を実は 学校文法ではあまり教わってないんですねだから駆動詞っってて日本人にとってはすごく苦手なな分野なんですでもこの英語学習の極意ではこの「句動詞」について僕は日本一分かりやすい解説だと思ってますけれどもとってもわかりやすいそしていくつもの例を添えて えー、皆さんにご紹介していますぜひぜひお手に取って読んでみてくださいありがとうございました